次はルナシスクリーム。で、コーヒーできました。ででん、朝ごはんパン全然食べないけど、今日たまたまです。朝になりました。モーニングルーティンをご紹介します。今からこのひどい寝癖を濡らして直します。適当ですけどいいや、これで。あと僕は健康のためにお水をめっちゃ起きて、500ミリを1本飲み干します。ういー、あー、これでモーニングルーティン終わり。バイバイ、ニヒトでした。おはようございます。自分は朝起きたらすぐに起きたらすぐにこの窓を、窓じゃなくてカーテンを開けます。で、日差しを浴びるのが自分のルーティンでございますね。眠たいんですけど開けます。皆さんも頑張りましょう。おはようございます、木村雅也です。コンタクトします。はい、着きました。昨日は寝癖があんまつかなかったですね。昨日とかはめっちゃ汚かったっすね。シャワーも浴びて歯も磨いてスッキリしたので、ここでいつも一曲聴きながら黄昏れます。ありがとうございます。岩田畑の
ガチモーニングルーティーンを立てていきたいと思います。イエイ。僕は前日にスケジュールを決めているので、それ通りに行動するだけだ。まずは髪の毛セットして、顔を洗って歯を磨きます。歯磨き、磨き粉。はい、髪の毛直して顔を洗って歯を磨いた後にストレッチをします。でストレッチが終わる頃にはちょうど、20分ぐらいになってるので、バービージャンプ、スクワット、腕立て伏せ、倒立をします。以上、後藤健のモーニングルーティンでした。今日も一日頑張ります。おはようございます。朝です。眠いです。今日は僕の朝のルーティンを紹介したいと思います。レッツゴー。はい、起きてまず始めにすることはコンタクトつけることですね。コンタクトつけないと何も見えないので、これはいつもベッドのすぐそばに置くようにしてます。はい、ある程度準備が終わったら、今日つけていくアクセサリーを選びます。朝ではこの時間が一番楽しいです。はい、こちらはプロテインですね。練習の合間に、筋肉つけるために飲むので、これは朝作ります。おはようございます。今からシャワー浴びて、僕のモーニングルーティンを紹介していきたいと思います。おはようございます。とりあえず何も見えないので、顔を洗ってコンタクトをつけます。ということで、一切変わったことをしない藤巻京介のモーニングルーティンでした。ありがとうございました。皆さん、おはようございます。ひろとです。朝の9時です。まずカーテンを開けるます。快晴です。髪を濡らしていきます。本当だったら、いつもだったらシャワーを当てます。よいしょ。うわ、落ちる。もうポイントはもう容赦なくびちょびちょ気にすること。せっかくだからアクセサリーとかつけて
ちょっとそろそろこのお風呂の線からも卒業したいな。最近ブレスレットをつけるようになってぐらいしかしてないですね。特にこだわってるところはないです。はい、ありがとうございました。今日も頑張りましょう。バイバイ。おはようございます。あー、モーニングルーティーンを紹介したいと思います。髪の毛が超もう爆発しすぎてます。これはもう日常茶飯事の出口ですね。もうひどすぎる。まずはお風呂に入ろうかなって思います。お風呂に入って、眠気を覚まして気持ちよく一日を迎えます。髪を乾かします。はい、スキンケアも終わったんですけど、僕のモーニングルーティーンはこれで終わりです。あんまり慣れてなくてぎこちなかったんですけど、楽しんでもらえたら嬉しいです。ではバイバイ。おはようございます。最近はなんか朝すごい鏡見たら顔がむくんでることが多いなっていうのに気づいたんで、ちょっとマッサージしてるんですけど、ここの筋肉こうやってほぐして、ここもこうやってほぐして、キュッ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 ってやって、ここグーってやって、でからなんか鼻に挟むやつあるんですけど、ででーん、これです。これ、この鼻のこれです。これを鼻にくっつけて、うん、うん、まあ、うん、あれうまくつけらんねえな。うん、うん、うん、僕のルーティンはこんな感じです。ありがとうございました。それでは今日も一日皆さん頑張りましょう。じゃあねー。